まず飲食店につきましてですけれども、そういった状況でもありますので、原則としてはお酒の提供の禁止自粛をお願いをいたします。ただ例外的に感染対策を徹底して行っている店、つまり第三者認証制度でもありますゴールドステッカー取得店舗、あるいはその要件を満たすとして実際にそれを行われて申請済みの店舗につきましては、午後7時までお二人様のお客までについてはお酒の提供の自粛は求めないという判断をいたしました。